発表は全て以上になるんですけども、もう一つまた別 の、 企画をですね、実は設けさせていただきまして、なんと発表したいと思います。年末年始この際だから2人で喋ってみよう企画のコーナー。やったです。DD といえばですね、本当にみんなが仲良くてですね、もう本当みんなでわちゃわちゃしてるっていうイメージが結構お客さんも見てる皆さんもあると思うんですけども、はいはい、そんなメンバーがその2人ずつ、まあ、2人1組になってこう対談するみたいな機会って、今までそのもちろん企画でもないと思いますし、プライベートでもそんなにないんじゃないですか。その2人が喋ったことある企画をきっかけにですね、この2人で喋るという本当にシンプルなんですけども、 DD にとってはすごく斬新な企画をやってみたいと思うんですけども、これ全て YouTubeその2人を個室にみっちり閉じ込めて、2人でただただ喋ってもらうという、本当にシンプルな企画です。はい、でここに以来とも含めまして23人、はいはい、その名前が書いてる札がここに入ってるんですけども、まあ、1人余っちゃうので、僕が入ります。おお、全員やるの、全員やります。全員やります。あ、そういうこと、まあ、今から、まあ、2人ずつ聞いていって、あ、その組み合わせを決めたいと。はいはい、はい、タッグは誰と当たりたくない？僕は全員やるかな。タッグはすごい、タッグ当たりそうなこと言ったら誰と当たりたいか言ってみて。あれ全員嫌だ。ここの声が反応早すぎる。今度は誰と対戦？ユウス。すごい。全員やってくれる。全員やってくれる。全部。絶対来ると思う。じゃあ、まあ最初は結局僕が、はい、行かせていただきます。はい。これでもあれやね。一発目、まあ、誰絶対当たんねんけど、なんか一発目嫌やな。確かに。いきます。じゃあこの人、じゃん、タッくん。誰かな。じゃあタッくんが引きます。あ、いい、やばいやばい、めっちゃ緊張するこれ。なんか、シャチーさんの周りさんかもね。確かに。いいの、いいの、ジョーカーみたいな言い方。はい、かけました。はい、じゃあ言ってカメラ見せてください。せーの、デデン、ラルキー。ラルキー。なんか、宇宙人の会話。宇宙人の会話。火星人と水星人。宇宙人の会話です。で、職人はタックンとなるんで、どうしてもめっちゃうまい。よく喋ってたから。ちょっと大丈夫かな。ちょっとタックンがホッとしてたよ。さあ、じゃあ2組目いきます。じゃん、じゃん、葵くん。おお、さあ、葵くん。さあ、どうしてる。まだ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 。これでさ、タッカーとかじゃない。ただの高校時代。同級生。逆に気になる。見たいまである。どういう仲間してるか。はい、さあ、カメラに見せてください。せーの、の。パッチ。パッチ。すごい。すごい。すごい。葵くんとパッチくん。さあ、3組目いきます。さあ、どんどんいきますよ。色同士やん。じゃん、あ、兄ちゃん。お兄ちゃん。これは兄ちゃん。友人。友人。何だ、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 普通やん。
違います、同じグループでは当たり前だよ、同じグループももちろん当たり前だよ、エゴが良くなるんだ。さあ3組目はプンちゃんと兄ちゃんでしたね。さあ4組目いきます。4組目ドン、タイガちゃん。タイガちゃん、タイガちゃんの悲鳴でユウヤの右耳聞こえなくなった。タイガちゃんの相方こちらへ、せーのドン。はい、続いていきます。5組目コウタン。おー、はい、コウタンいないんで、じゃあ僕引こうかな。これははい、トミタン。何かを結構喋るよ、意外とね、だから怖いんだよ。はい、続いていきます。じゃん、コヌ。おー、おー、先生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 、先じゃあ俺か、確かにチョコめっちゃ誰かな、俺とか来るでしょ、白くさんとかでも面白いけど、はい、アズ。おー、見たことねえ。そう、こういうの欲しい、こういうの欲しい。でもこういうのも欲しい。7組目いきます。まだその人半分ぐらい、はい、はい、野崎さん。あー、おー、はい、行きます。はい、ゲルタン。おー、来た。さあ、ゲルタン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 、言い間違えてる、ゲルタン、ゲルタン、チェン。あ、パンダ。おー、面白そう。意外と、意外と全然、意外と喋る、喋る、ダンスダンス、かっこいい、いいよ、かっこいい、ゲージ、お願いします、お願いが喋ってほしいから。続いていきます。10組目ですね、いきます。はい、ユジ。おお、ユジ、自分で名前を決める番組来たよ、白くさん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 、こっちみんな、せーの、白くさん。はい、ラスト4人、サッサー、デッチャン、サッサー、ノックン、デッチャン、あとヨータと、ヨータ、サッサー、ノックン、いきます、せーの、はい、あ、僕、あ、おぉ、そうやね、僕って、せーの、はい、あ、ヨータだ。社長メンバーだよ、社長メンバー、15番、すごい、勝ったね。
位はサッサーとノッカー。ノックンとは喋る？結構喋る。あ、じゃあよかったよかった。じゃあ結構遊びに行くことは、ね、結構遊び。以上の組み合わせで対談を行っていきたいと思います。こちらですね、YouTube の方で一組ずつ上がっていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、まあ、あの発表はこれで全て以上になります。まあもう一度ちょっと振り返るんですけども、白木さんもまたこれでカウントダウンコンサートもさらに大盛り上がりになるかもしれないですね。なんかすごいなんかチケット情報とかジャッジ聞いたんですけど、すごく反響がいいみたいで、ありがとうございます。楽しみでございます。今度どうですか？なんかさらっと発表されたけど、ダンスめっちゃ嬉しい。もっとその瞬間にいたかった。ちょっと早ければ、あと20秒くらい。そうしずっとその外でこう伺ってたから、いつ入ってくるか。いや、ほんまに僕変な人来たことあるから。いや、ぷんちゃんどうですか、改めてカウントダウン。でもなんかやっぱダンス部がさ、まずセクシーとクールに分かれたやんか、盛りだくさんやなと思って。いや、ほんまにだからお客さんもね、あとまた新しいコラボ反応見れると思う。いや、気づいたらすごい人が増えてたら、ね、気がついたら、マジか、もうどれぐらいやろうな、150人増えてたけど、ね、でも練習生もしかしてね、今400人ぐらい消してる。この状態やな。でもすごい大規模になってきたな。大規模。大規模と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 大カウントダウンコンサートっていう、なんかまた1年の最後じゃないですか、先行僕たちパンドラゴンを入らせてもらった年に、しかもこう最後出させていただけるのも嬉しいですし、まあ、今回の歌唱部もダンス部も新しく入ったこととかも、ハローからもいたので、まあ、僕らもね、先輩たちに負けず劣らずで頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、DD カウントダウンコンサート2018はですね、12月の31日に、開催いたします。こちらですね、ぜひとも一緒に僕たち年越しを楽しみましょう。ということで、以上、なんつったらいいのかな。何のコーナーやってるの。組み分けのパラダイス、組み分けのあ、ドキ男だらけの組み合わせ抽選会の動画でした。バイバイ。メスモアライフではこんな動画やこんな動画までいろんな動画が盛りだくさん、みんな見てねー。